はい、岡本昭宏未来予測チャンネルを皆様よろしくお願いいたします一つ一つの記事にこだわる日経動画と未来予測チャンネルはここだけのオリジナリティの高い番組だと思っておりますでは岡本昭宏未来予測時事チャンネルについて説明していきますまずはですね、私という 人物に対してて紹介をささせてください私は今現在何をやっているかということで、私は長らくサラリーマンをしながら未来予測についての研究をしているものです。その方は2019年4月11日に、船井本社グループ51カンパニーにて講演会を開きました。その後、年1回不定期に船井様の メールマガジンに投稿しております専門は3年という、えー、短期の理論,理論から2000年以上のサイクルを研究して有用なサイクルを見つけてそれらをミックスしながら未来予測をしてまいりました。ということで次はですね自己紹介これは過去に何をやったかということで 自己紹介をさせていただきたいと思います。過去の履歴ということで、あの、見てください。えー、私は大学卒業後、食品加工業に4年、流通販売業に28年を経て、介護、福祉、介護、農業法人を経て、今製造業に勤務をしております。1 9 9まあ、この研究を始めたきっかけですか、 まあこういう経緯でもってやっております。1996年前後、世の中の流れがどうな,どうなるか,にはかがわか,からず、三島由紀夫などに傾注をいたしました。2004年、2005年第2の敗戦がやってくる、江戸に隠された MW 波動60年周期の真実で、未来がサイであることがわかるということを知り、 このサイクル理論というものを本格的に勉強することになります。2008年、文明と経済の衝突。村山美紗を浅井隆史相第二寛演隊で初めて文明が西洋から東洋にすることを知り、今800年に1回の苦しい時代に生きていることを知る,知ることになります。そして、さまざまな時代周期説を学んだ後、 2011年、この時、東北大震災の時ですねえ、世紀を超えて時代を見るを書き、たくさんの方々に実質出版で2000人以上に上呈させていただきました。そこで、船井総合研究所元会長、小山正彦様からは励ましのお,でんお電話をいた,いただきました。えー、まあそのあとその前後、リサイク サイクル理論の予測でリーマンショック小池百合子の失敗91171などの事件を当ててまいりましたそれで自費出版をしようとは私は試みたのですがあのそれでまあそれ自体もちょっとうまくあのいいものができず、えー、さあその出版社にその原稿を売り込もうと力を まあ何年かか入れ続けたんですが奮闘むなしくどこの出版社にも断られるし始末になってしまいましたそこでしぶ仕事も多忙になり引っ越したりしてすっかり諦めていた2018年の2月に元船内総研の小山正彦会長とそのご縁,ご縁で船内本社グループ五一コラボより メールマガジンへの寄稿の依頼を受け、そしてその後、自出版をを本格出版へというご相談をさせていただいたところ、船井様のところで講演会をやらないかということになり、えっ、ー、と、前日のように、あの、こちらで講演会をやることになりました。えー、その後、あの、その時のお客様のなアイデア等もありまして、 YouTube を昨年10月より始めました。今後もブログなども立ち上げてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。というところでですね、私のコンセプトというところで、えー、過去現在未来の一体化から、日本と世界の将来を読むということをテーマに挙げて、この動画はやっております。 えー、今後はブログ等も立ち上げてまいりますえっ、ー、とこの YouTube チャンネルの内容についてさらにご説明させていただきますざっと言いますと日本と世界の未来予測日経新聞を中心としたメディア情報テーマを決めた経済チャンネル日本と世界の政治情勢ということでやらさせておりますまず1つ目がですね 日本と世界の未来予測これは下はきちん波40ヶ月3年から超長期のサイクルを使って未来を予測しております。今まで未来予測といえば60年だったら60年72年だったら72年とその周期にこだわる未来予測が多,多かったと思います。私は世の中は自然系で複雑系ということでそれらを手整理して3年から1600年までの まあ、100近いくなる場合もありますそ,のそういうものをミックスすることによってより現実に合った的確の的中率の高いモデルで未来を的確に予想してまいりたいと思っております2番目日経を中心としたメディア情報日本経済新聞といすいませんこちらですね 一応、前については、多種多様なサイクルをミックスして複雑系な現実に対応するということで、日経新聞を中心としたメディア情報ということです。日経新聞といいますと、日経からお金を持っている人があまりにも多い。日経をはじめとする新聞、雑誌などの情報で、私が最も優れていると思った情報を、お客様目線で独自の解説をしていきたいです。特に あのー、統計の問題についてはこだわっておりますそして起き,起きた出来事に対してバイアスのかからない動画を心がけておりますということでバイアスのかからない動画日経についてはやらさせていただきたいと思っております経済を経済についてですねテーマを決めたチャンネルということでテーマを決めたチャンネルは 今、経済で問題になっているものを1つ決めてやっていくもので、代表的なもので自社株買いについてとか、東京から地方への移住問題、台風被害と公共,公共事業、公的資金の在り方などをやっております。さまざまな経済テーマに対して取り組んでまいります。 それで日本と世界の政治情勢これはあまりちょっとやってないともやってないんですが講演会など信頼できるソースをもとに政治情勢を流してまいりますまた本職である経済と政治の分役割これは結構やってるかもしれませんそして支持率と株価の法則性など私の専門を生かした番組をしながらテレビ ラジオ、他の YouTube と異なったスタンスで成長を切っていきたいと思っております。これからこれは、えー、としっかりちょっと力を入れて今はあまりやってないんでやらさせていただきたいと思います。えー、これについて、えー、と過去現在未来ということについてチャンネルの流れとしては過去の出来事を、えー、の分析そしてそれが 今日経とかの情報と合わせて未来の情報になっていくこれを3つを組み合わせて的確に未来を読むということ過去現在未来の一体の分析ということでオリジナリティの高い、えーえー、構想をしてまいりたいと思います、えー、未来予測などを中心に、えー、とこれの一体化した情報を主体に 今後ともやってまいりますよろしくお願いいたします